どこだろうね。どこだ。もうじゃあちょっと俺分かんない。足立ちゃんに本当に任せろ。私もどれだ。これいける気がするんだよな。いける。いける気がする。うん。いける気がする。うん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 。どうですか先生。こんな落ち方に吉村親父の勝ち。ちょっと待って、担任ちょっと話を聞いてください。ネットムービーとはいえさすがに1個絡んじゃ担任。そうです。じゃあ我々が勝った時はもうこの1個も2ポイントでいいですか。でもこれはこれですね。これです。問題の皆さんの心の中はこうですね。こんな地味な絵でいいの。いやいやもちろんそれ一応プロですから我々も。じゃあ勝負ですから来たのに、これは戻せばギリギリセーフにしましょうか。いや勝った俺も恥ずかしいですもんこれは。そうですよね。すいません。なんか1個。いや確かに。とんでも戻しますよ。危ないな。お調子者のポーズしてるから。バラエティ的には派手に崩れるところが見たいということで、澤部足立チームから再スタート。一回死んだつもりでさ。そうですね。もう触れないな私。我々は。じゃあ俺行っちゃおうか。行ってください。ちょっといけそうな気がし。これでビクンってなってガシャガシャになっちゃうから。ケツ叩かれた勢いで。そうですね。これはどうですか。れこれ、いや怖い怖い怖い。でも全然軽い。いけそうですよね。感触は軽い。あ、感触が軽い。ほんと？あ、いったね。いける？いける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 。外した瞬間大丈夫？うわー、グッてなったね。ちょっとこっち側に乗せましょう。どっち？こっち側。これすごくない？うわー、それずるいわ、ね、それ落ちたやつ。うわー、しょ見てんだよね、こういうとこ。意外と頭脳派なんだよね。いやー、すごい。あさあ、どれ？そろそろだよ。ちょっとやばい。もう無理じゃない？いやもう無理だよこれ。ここからも本当に歩いた振動で倒れたりもしますよ。本当にグラグラですよ。気をつけてください皆さん。これは？それ行く？ダメだな。一回。おおいいね。だってこれこんだけしか乗ってないんですよ。位置的に。その理論を教えて私は。それがいけるっていう理論を教えて。結果上に乗ってるのが、うん、このちょっとの部分しかないから、うん、結果ここで支えられてるからいけんじゃないか。いける。行こうじゃあ。あ、これは。これ落ちるんじゃない？いける本当にそれ。うわもう無理だよ。いけいけ頑張って。無理。あ無理だな。集中して。無理だなの声に惑わされないで。頑張って。ちょっと待って怖い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 。ねえ怖い。これは。集中して。倒れそうだね。あすごい動いてるよ。うわうわ。アダチすごい動いてるよ。これ手離せない気がする。アマちゃんの頃思い出して、はい、裏を言うな裏を。裏を言うな。ダメ。学んだやつ。裏を言うな。アンケートにあって。裏を言うな。え、ちょっとなんかすっ。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 蹴っちゃった顔。顔蹴っちゃった。違う。うわ倒れた。思いのほか本当にびっくりしちゃって。びっくりした。というあびっくりした。というわけでこの競技は吉村大家チームの勝ちでございます。すごいな。ダメだったやっぱり。さあ勝った証にしくじり先生お守り風マスコットをですね。びっくりした。思ったより音が。いやこれは派手な遊びだわ。音がびっくり。これはやった方がいい学校で。3ポイントプレゼントいたしますね。やったー。はいこれを首にかけてください。嬉しい。何ですかこれ。おやちゃん本当かい。これを首にかけてください、ね。お守りだ。これも売ってるやつ。これも売ってますよ。おやちゃん本当かい。俺みたいに。守られてる気がする。おやちゃん。守られてる気がする。あ。うん。もう何も悪いこと起きない気がする。本当にしくじらない気がする。すごいでしょ。うん、なんだこいつ。なんだこいつじゃないです。というわけで第一競技カンペンタワー対決は吉村親チームの勝利。
次回は叩いてかぶってセピルクッキー、すごい波乱の第2戦、叩いてかぶってセピルクッキー。セピルクッキーの醍醐味はこれ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 。近日公開。こんな面白いゲーム見たことない。お楽しみに。